こんにちは、もみあげスピードモーターサイクルズです。いつもご覧いただきありがとうございます。本日お勧めする中古車は2008年ハーレーダビッドソン FXST ソフテールスタンダードです。見た目はほぼノーマル、黒い外装の1台です。外装は黒く塗り替えてあります。そして、タンクはこのようにもみあげ、ハーレーダビッドソンのバーンドシールドのバッジ、純正のバッジが貼ってあります。ハンドルが、当店でワンオフしたちょっと高めのいわゆるエープハンガーですね、になってます。あとウインカーがこのようにブレットタイプに変更してあります。その他変更点といたしましては、こちらですね、スポーク、フロントのスポークは、ステンレスに交換してありますので大変綺麗です。またこちら、フロントフォークのスプリングはですね、サンダンストラックテックフォークスプリングに変わってます。また、コンピューターですねはサンダーマックスをインストールしてあります。力強い走り、そして安心して走れるフロントフォークという形ですね。こちら、リアのウインカーも小さいブレットタイプ。残念ながらリアのスポークは錆びてます。こちらももちろんステンレスに交換することは可能ですけども、ちょっと別途費用がかかります。エアクリーナーも純正そのままです。ただ、マフラーですね、こちらも純正っぽいんですけども、いわゆる北米仕様のパンチアウト加工済みのものになってます。北米仕様パンチアウト、サイレンサーと皆さんがよく呼ぶタイプのものですね、になっております。ではエンジンをかけてみましょう。メインキーをひねり、ランプが消えるとエンジンをスタートします。アイドリングは800回転に設定してます。あ、一つまた忘れてましたね。こちらミラーを旧型のいわゆるスクエアタイプのものに変更してあります。フルカスタムの車両はちょっとな、ノーマルっぽいのがいいけど、ただのノーマルじゃどうもなっていう人にはおすすめでしょうね。あるいはここから、これをベースにカスタムしていくのもありだと思います。もちろんこの辺はカスタムショップのお土産スピードにお任せください。3拍子ができますね。大変お買い得な1台だと思います。お気軽にお問い合わせください。もみあげスピードモーターサイクルズでした。 FXST2008 年ソフテールスタンダードです。よろしくお願いします。